これ危ねえな。このもうこの階段さ、手すりとかないもんでさ、これ落ちるんじゃないの。昔は手すりあったのかな、取り外されたのか。危ないもんねこれ。4階、あれ4階フロア全然雰囲気違うぞ。客室じゃないんだここは。あうわ、こんな感じ。うわ広いねここ。見てますか皆さん、この異様な光景を。ちょっとね、カーテンがさ、風でさ揺れる感じとか、この広いこの空間。うわこのなんだろう、廃墟のこういうカーテンって初めて見たな。これは初めて見た。ちょうどカーテンにさ椅子がかかってさ、ちょっとどんな状況これ。ここでパーティーとかやってたんかな。これは凄まじいな。うわ風がねやっぱ冷たいね。雪山だからやっぱりここ風が冷たい。じゃあカウンターをちょっとチェックしていこうか。お飲み物、ビール780円か。中ジョッキ680円。あ、サイダー350円で、高えな。まあ、しょうがねえか。へえ。こちらは、さすがに残留物はほとんどないね。ここはなんだここ。ちょっとこれ以上開かないけど、なんだ、ちょっと後で行こう。あの奥は後で行く。なんでもないです。怖いからこうしとこう。椅子が1個だけ残ってるし。ここは何なんだろうな。お盆か。お盆とか物置だね。うわぁ、生首の館のあのフロアがいい景色だね、ここ。うん、やばい、ここにいるとちょっと見られる可能性がある。さあ、そしてここはちょっと何かの物置。足場が悪いんですね。もうなんか足場が悪いと奥に行きたくないんだよな、自分の場合。なんかいろいろありそうなんですけど、ちょっとやめておこう。浴衣、寝具の注文、浴衣1000円、寝具3000円、一泊で高くない？なんか。そうだよね、やっぱここってホテルだから絶対温泉あるんだよね。その温泉はまだ見つけてないぞ。この階のエレベーターホールはちょっと怖いな。椅子か。
椅子こんなにたくさんあっていいっすね。あ、奥あんのこれ。あ、マジで、え、何これ面白。ちょっとなんかビデオカメラがブルブル震えてる。渡り廊下がある。あ、こんな風になってんの。結構面白いじゃんここ。すごい。よ、あ、滑る。おつみ。あ、ここさっきの階段の横か。どうしようかな。こっから行く？この奥行く？こっちまだ見てないよね。怖い。トイレ怖い。うわ、踏んじゃった。うわ、ぐちゃぐちゃ。糞もたくさんあるしさ、ここ動物の糞。あの奥はやめておこう。ではまずこっから上の階へ行こうか。まず先にこちらの塔から全部見て回ろう。もしかしたらこの一番上の階が温泉になっているかもしれないからな。ちょっとそこからまず見て回ろう。はあ、あれ温泉じゃないのか。なんだ。さてと、しかし床がぶち壊れてる。何、屋上ってこんな風に庭園になってたの。ちょっと危ないな。よいしょ。床がね、雪だからね、下に穴が開いててもわからないんだよな。仮に下が穴になってたとしてもわからない。こんな風になってたとはな。まだ奥あるね。でかいぞここ。相当でかいぞここ。もう自分の探索の仕方がこんな適当でいいのかわからないっていうぐらい適当に探索してきてますけど。あ、ここ和室か。なんじゃこりゃ。こういう探索の仕方で大丈夫ですかね、本当に。あ、ロープウェイが動いてます。おーい、元気かって見えるわけねえか。俺はここだぞ。皆さんね、あのロープウェイでね、どこに向かっているかっていうとね、あの上さあ、え、ま、もっと上か。ちょっと見えねえな、あそこか。皆さんね、ロープウェイでね、向かってる先はあそこらしいっすよ。ちょっとぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃう。あ、揺れちゃう。ここだ。ここまでね、みんなこんな寒い時期にね、ロープウェイで行ってるみたいっすよ。あんな高いとこまで寒いのに行ってね、 何するんすかね。ちょっとわからんけど、自分には。ちょっとここ水浸しになってる。ちょっと靴の中に水が入ってきた。ち
っとやめておこう、あの奥ちょっとね、水浸しになってるんですよ。あ、こっちから行けるか、こっちからなんとか行けそうだ。いや違う、氷になってるだけだこれ、基本的に水だわ。やめた、さあそれでは行きますか。行けないじゃん。もう出鼻くじかれた。あってことはもうあの水浸しのところ行かなあかんじゃんこれ。そうですか、わかりました。ちょっと僕の探索はあの独り言が結構多いんでちょっと我慢して見てもらわなければいけないです。その点についてはちょっとあの場所まで行くまでちょっと一旦カメラ止めますね。よし、ではここから続きを撮影していきます。今いたのはここですね。ここから入ってきましたんでここから別棟の方を探索しに行きたいと思います。ここは食器がめちゃくちゃ落ちてる。ここはボロボロか。じゃあこの謎の渡り廊下を渡って隣の建物へ移動していこう。こっから急に和風のような雰囲気になるんだよな。廃墟の渡り廊下怖い。発泡スチロールの中には なんか食器が入ってます。さあそしてこの奥行きたいんですけど、なんと床が崩壊している。ここはちょっとした個室になっているだけか。これ行ける、ここ行けますか。壊れた崩壊した床の部分、いやこれ完全に崩壊してます。床がこの奥は非常口になってますけど、もう閉じられてて、向こうはちょっとこれは絶対無理だ。こっちか、こっちも、え？いや、これは床崩壊してるね。ちょっとダメだな。向こう行きたいけど、ちょっと落ちたら死ねるんで、これは。ちょっと足元も悪いし。これこの状況ですよ。布団が置いてあるだけ。ダメだ。ちょっとやめておこう。ちょっとこれが限界のようだな。どうやら。ここまでが限界のようだ。この廃墟は。別棟も探索したかったけれどもダメだな。よし、じゃあ一旦ここでもう撮影を終えますか。あとはちょっと写真撮影していきたいと思います。じゃあ今回の廃墟大火葬、一応ここで探索の方終了したいと思います。もしね、もしかしたら他の人の動画でね、あの別棟も探索した動画があるかもしれないので、もしこの続き、この別棟の方気になるという方がいたら、他の方の動画を探索している方がいるかもしれないので、そちらの方の動画を見ていただければと思います。じゃあ私の動画はちょっとここで終わりたいと思いますんで、写真撮影しながら
行ける道があったらちょっと続き撮影したいと思いますけど、多分無理だろうな。では取材班高知でした。次回の廃墟探索でお会いしましょう。ですね、行けた。別の道ありました。ちょっとこっから撮影再開していきたいと思います。さっきのベランダのところからさらに上に上がれる階段を発見したんで、そっから来ました。じゃあ早速ここの別棟探索していこう。ボロボロ、もうそれしか言いようがない。天井もめくり上がってるし、とんでもない状況だな。いや、雪がすごいよ。やっぱりあそこあっち和室か。あっち行けたら行きたいんだけどな。あ、行けるじゃん。やった、行けますね。じゃあ順番に見ていきます。これは旅行斡旋業者なんとかかんとか、なんだ。うわ、ボロボロです。ここもいや、こういうボロボロのさ部屋とか、こういう感じの廃墟っていうのは皆さんどういう風に探索してるんでしょうかね。こう残留物も特にない、ただ本当に廃墟っていうボロボロの場所。どうやって実況してますか。こんな感じです。よいしょと。さて、下かな、上かな、上から行こうか。ほう、ここには一体どんな部屋があるというのだろうか。ほう、床が抜けてる。あちらいろいろありそうだな。ここも、あ、ここも、あ、温泉じゃない、お風呂か。温泉なのかお風呂かわからんけど、お風呂だ。これ床ちょっと気をつけないといけない。ここ螺旋階段、トイレか。螺旋階段になってるのかこれ。はあ、でちょっと待てよ。あれあの生首の館か。ああ、びっくりした。あそこまででかい物件なのかと思ったら違う。この物件なのか、あそこは。ここは違うよね。あそこ別の普通の建物ですよね。螺旋階段か。ちょっと気になるけどやめよう。うわー、ここに一個でかい絵が残っています。これお風呂か温泉か。ここついに出ました、浴室です。大浴室。あの男風呂なのか女風呂なのか一切わからない。うわ、壁がね取れて、あ、天井か、天井が落ちて下に落ちてんだな。すごいパノラマ、ちょっとこれ見てくださいよ。すごい景色だな。
うわ、三重の街が見える。ダジャレです。廃墟ダジャレ、廃墟ダジャレ、なんかちょっと広めていきたいな。廃墟ダジャレってなんかあんのかな、分からんけど。こんだけですね、ここは。下へ戻ろう。あ、違う、もしかしてさっきの男湯でこっちが女湯か。あ、そういうことか。あれが女湯か。これいけるかな。まあもうチャレンジャーだな、本当に。マジでチャレンジャーだな。こっちは女湯か。あ、雪が入ってきてる。あ、本当だ、女湯だこれ。ちょっとこれは、ここは写真撮影しとこうか。から繋がってるんだ。さあ、そして和室のフロアについにたどり着いた。あ、これさっきまでいたあのベランダの横にあった部屋ですね。取材班のカメラがついに戦慄を捉えた。床が怪しいぞ、ここは。ちょっとなんか足に何かが今触った気がしたけど。あ、懸賞金かけられてる人がいるよ、ここで。ちょっと一部始終を撮影 していこう。一体どこまで続く。これが最後の部屋か。今からですね、この大仮装の一番奥の部屋にいます。で、ここからちょっと今考えついた企画なんですけど、ここからですね、あの生首の館の入り口までちょっと撮影しながら戻っていきたいと思います。所要時間多分10分ぐらい。こっからあの生首の館の入り口まで戻るにかかると思うんですけど、で、ここの脱出ゲームみたいな感じでお楽しみいただければと思います。じゃあちょっと廃墟からの脱出に向けて進んでいきます。あった、すごい、あったあったあった、一件発見した、ありました。さてと、発見した廃墟、どうやって入ろう。諦めるか。うわうわ、一人で叫んでる。